外役じゃねえかお前。人間界来んだよ。いらっしゃいませ、レネでございます。今回から、ノラと王女とノラ猫ハート、体験版の方を実況していきたいと思います。軽くストーリーを見た感じだとね、主人公が、なんと猫になってしまうっていうことなんですけど、どういった経緯で猫になったのか、そして猫になった主人公に、この美少女たちはどういう風にめでてくれるのかっていうのを、ちょっと注目しつつ、これから実況していきたいと思います。人が獣に変わるとき、それは美しい伝説になるという。馬になればケンタウロス。もし鹿だったら、アクタイオン。アクタイオン？知らないな。ケンタウロスは有名だけど、アクタイオン聞いたことねえな。熊に変わればカリスト。あ、もっと知らん名前出てきた。パトリシア。この子はヒロインなのかな？狼となればリュカオン。あそこ狼男じゃねえんだ。本をとち。かっこシュールだな。状況分かっていいけどね、すごく。本当かしら。冥界。お、ナレーションついてんの？すげえな、このゲーム。そこは、死者の魂漂う世界。いきなり人間界じゃない話なんだね、これは。パトリシアっていう女の子は人間じゃないと。光すら届かない。暗い暗い世界には冥界の母とその娘、パトリシアが暮らしておりました。え、これ白雪姫始まろうとしてる。グリム童話ってこんな感じで始まるよね。パトや、パトリシアや。おはようございます、お母様。お、タイトル画面にいた子だ。いや、やっぱツインテール初めてだけどさ、俺のエロゲ実況人生においては、かわいいね。はい、プレゼント。これは、猫？猫は好きかい？動物プレゼントって経済力あるな。まあ、人間じゃないから人間の尺度で測るのおかしいけど。ええ。冥界の象徴ですから。あ、そうなんだ。犬派の俺からしたら、犬が象徴の国に行きたいな。しかしそれも、骨、壁画、書物の中でだけ。実物を目にしたことはありません。骨、骨は嫌だな、ちょっと。猫の骨ってちょっと抵抗あるよね。食えないし。あげるわ。木彫りで我慢してね。実物じゃないかい。もう娘が作り物なんて嫌だよって言ってる中で、木彫り渡す母はどうかしてると思う。お土産、ありがとうございます。さて。ええ。この度お前を呼んだのは他でもない。頭どうなってんのそれ。なんかトーマスみたいな母生まれたんだけど。え、この母からあの可愛い娘生まれんの？父の血が強かったのかな？私の娘の中でも一番に優秀なパトリシア。お前は、この世界の滅びを食い止めるのです。娘の中でも、娘が他にいると、一人娘じゃないんだね。準備はできています。私たちの世界は死でできている。しかし今、ところかしこで崩壊の音色が、なぜ？それは生きとし生ける地上の者たちが死を忘れようとしているから。そんなことはないよ。人間いつかは誰もが死ぬんだし、なんなら自分から死のうっていう人間がこの現代社会においては多いからね。忘れ去られては滅びるだけです。いや、忘れたいけど勝手に死ぬのよ人間って。どんなに死にたくないって思ってても死んじゃうから、そんな滅びるなんてことないのよ。死が忘れられれば私たちの世界はなくなる。急に反復横飛びしないで。思い知らせてやるのです。死なくして生はない。不老不死など言語道断。地上の者たちに死を見せつけてやるのです。え、この母は何、娘をテロリストに仕立てようとしてんの？人間全員滅ぼせと。さすれば奴らも死とは何かを思い出すでしょう。それが王女である私の務め。王女って言うと、やっぱり、お姫様だよね。パトリシメ、お姫様って感じしないけどね。なんか、いい意味で。すごくいい意味で。あ、でしたらお母様。おやおや。楽しそうね、パトリシア。新しい魔法でも身につけたのかしら。魔法、そっか。人間じゃないから魔法使えるのか。わ、ファンタジー。ええ。ただ使う場所がなくて困っていました。おっと？これ嫌な予感すんな。冒頭で言っていた、なぜ猫になったのか主人公がっていう疑問に対して、この返答なのではないか？猫にさせる魔法か？どのような魔法なの？私が目にしている、その時見渡せるものすべてに死を与える魔法です。外役じゃねえかお前。人間界来んだよ。え、なに？メデューサの超強い版みたいな？やべえな。え、それ、猫になるどころか死んじゃうんですけど。ああ、素敵ね。見晴らしのいい場所であればあるほどいいわ。あ、こいつもサイコパスなのか。そりゃそうだよな。冥界生きてると、そのうち狂ってくるよね。常識とか倫理観とか。この魔法を、
地上で放ってみようと思うのです。来ないでくれる？人間界に。いい迷惑なんだよな、こっちとしては。あまたの死を与えなさい。そして思い出させるのです。死とは何かを。その日、パトリシアは冥界の滅びを食い止めるため、より多くの死をもたらすため、地上へと向かいました。あ、結構人間界ってポンポンいけるもんなんだね。山手線みたいな感じで。パトリシアからすれば自分の力を手加減なく試せる。この界隈の人たちは本当に自分の私利私欲のために動くから人間が大変なことになってしまうんじゃないか。それは新しいおもちゃを早く開けたい、そんな気持ちでした。そうだよな、自分以外の存在なんて所詮そこら辺にある石ころと変わらないもんな。人間だって虫をいじめるし、そういうもんなのかな。気温は平年より1、2度低めですが、乾いた1日となりそうです。人間界は今どういう季節なんでしょうね。結構俺の実況しているゲームってみんな6月ぐらいでスタートするんだけど、このゲームどうなんだろう。全国的に洗濯物が乾きやすい1日となるでしょう。続いて降水確率を見ていきましょう。ああ釣り人は喋ってくんないのね。謎。魔法人かっけー。フェアリーテールハマってたから魔法人とかめっちゃ見ると興奮しちゃうな。なんかあるぞ、魚かえ、人魚かえ。魚からの人魚の飛躍すごいな。いや、人魚、いや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 、人だえ。魔法人しか見えないけど、この釣り人たちには人に見えるの。やべえな、なんか老いると目まで悪くなるでけど、そういうことか。ここが地上。かっこ魔法人から出現。かっけえな、魔法人から出現。やってみて。砂地に足を踏み入れるパトリシアさんは、あたりをキョロキョロと見回しました。あの、すみません。どこか見晴らしのいい場所は。かっこ逃げてしまう。かっこ面白い。いや、新しいタイプだね、このエロゲは。そう。何が面白いんですかね、パトリシア様。そんな砂浜に降り立ったぐらいで笑えることあるか。怯えているわね、地上の者たち。あ、そういうことね。でも道くらいは聞きたかったわ。怯えさせといて何言ってんだお前。そんな恐怖の対象に道を教えるバカがどこにいるんだよ。あの、どなたかいらっしゃいませんか。ザザーン、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 ザザーン。波の音だけ虚しく響きます。ナレーション慣れたいなこれ。もう毎回面白くてしょうがないよこれ。いいわ、自分で探すから。お散歩は好きなの。誰に言ってんのそれ。独り言で。そんな自己紹介いいから。こうして地上には死をもたらす女の子がやってきたのです。恐ろしい出来事だよなこれ。世界滅亡すんじゃねえか。彼女が降り立った町は桜ヶ淵と呼ばれ、漁業が盛んなこの町は都市部から日帰りできる距離でもあり。あ、結構アクセスいいんだね。魚とかめっちゃ取れるってことは港町って感じかな。うわー、めっちゃ刺身好きだからそういう町憧れるわ。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。